よいよ M10 の阪神岡田監督は快勝に今日もみんな普通にやっとたよと戦士たたえる8日阪神41広島甲子園阪神は2位広島との直接対決に勝ち優勝へのマジックナンバーを一気に2つ減らして10としたドラフト1位新人の無理した佐藤晃の2度目のアベックアーチなどで広島の床田から3点を奪い 投げては村上が8回途中まで1失点でチームトップの10勝目を挙げた今日もみんな普通にやっとったよ大したもんだと思うよ浮かれることなく勝ち星を地道に積み重ねて普段通りにやれば良い結果が出る自分たちの野球をしたらというのが見えるよねと岡田昭信監督65村上の好投には5回くらいまで安心して見ていたよ 10勝はキャンプからは全然思ってなかったと思う先発ローテに入ってからの投球を見ていたら二桁勝つんかなと見てましたけどねと振り返った森下は1回にとこたのカーブを左翼席へ運んだ3試合ぶりの一発は先制ソロこれが10号となり球団新人の二桁本塁打は2021年の佐藤二24本以来で右打者に限ると 1980年の岡田監督以来43年ぶりとなるこれには岡田監督はさらっとまだ8本差あるでしょとぽつりとこぼし報道陣の笑いを誘った総大からドラフト1位で入団した当時岡田監督は18本塁打を記録しているからだ優勝マジックはいよいよ10すぐ減らないんでねもう少し減ってから減っても2つずつやから もうちょっと楽しめるやんか。ゆっくりとと余裕のコメントだった。シーズン前に打ち出していた策が全部あまりにはまって、今日の試合で完成に至った感があります。気がついたら勝っている野球。村上の出来は最高だったけど、他の投手が出ても似たような展開になったでしょうし、野手がと一人くらい入れ替わっても打線のしぶとさは変わらないと思います。シーズン終盤までの体力的マネジメント含め、まさに完璧としか言いようがありません。 矢野監督、俺たちは一生懸命前を向いてやる。岡田監督、ふちにやるだけや、もちろん岡田、体制になっても選手は全力でプレーしてるが、指揮官が変わるとこうも変わるかと改めて感じる。監督がマジック減るのをもう少し楽しめると言ってた感じがやはり余裕感じるね。森下の成長といい村上の勝利もさぞ嬉しいやろうね。明日は大竹にも勝ちつくように応援しよう。 18年ぶりの優勝を目指しての天王山3連戦の初戦を普通にやって勝てたのが今の阪神の強さ森下佐と照のアベックダウンに村上の10勝今年を象徴する若手の活躍残り10でついにカウントダウンが始まりそうホームラン数はさすがに覚えていて プライドもちらっと垣いまみれた。負けず嫌いの岡田監督が最近は特に好きになってきた。岡田監督の胴上げはいつであろうか